瀬川さんは頑張ってるんだぞ。ラッシュのスタッフが本当に申し訳ない。キザラジのマダミス、あー、なんか今度やるんだっけ。テストプレイはしてます。テストプレイ、いやそっか、今度やるのか。どうなるかな。そう、キザラジ今度ね、今度の水曜日ぐらいマダミス会あるんで、私は鎌田さんとか瀬川さんとか、なんか村主スタッフメンバーでもうプレイはさせていただいたんですけど、どう分かりやすいかも、推理しやすいんじゃないかな。結構私全部見えることないんだけど、私は珍しく全部分かったから推理で。まあでもなんか長谷川さんとかが私のこと信じてくれなくて、なんかあんまうまくいかなかったんだけど、ケンピア、ケンピア分かってた。きっとこういうことで信じてくださいって。本当ですか、怪しいなとか言われて、うん、長谷川は私のことを信じてくれなかった、クソや、うん、でなんか真実は闇の中みたいなエンド。最悪やつって、もう全部合ってたじゃないですか。でなんか怖いんだもん、ケンピさん怖いんだもん。ねえ、本当に出れたら、本当出演ねできたらいいんですけど、私なんかね、マダミスやってると目が怖いんだって。目が怖いんですもん。そんなこと、大体疑われるんだよね。人相で疑うのよくなくない？人狼とかやっても最初初日釣りされるし。何？信用がない。人間としての。誰も信じてくれませんでした。私の推理合ってたの。本当、そういうとこか。私、でもあのシナリオではマジ無双してたから、試験めっちゃ賢いかもしれない。マダミス、すごい相性とかあるからあれなんだけど、私は結構得意だった。あ、でもどうなんだろう、わかんない。実はいくつかもテストプレイするよ、ピザって。いくつかシナリオやって、あ、これなら演者さんに合ってるっていう選んでくるんだけど、いくつか多分やってて、あれが選ばれるか、ちょ、ごめん、どのシナリオかわかんないけど、少なくとも私がテストプレイしたやつはそんな感じで、長谷川さんは私のことを信じてくれなかった。まあ、私も、まあ、本番は見ますね。目つき、いや目つき、それ直してかないとね、すぐ疑われちゃう。ナンパも来なくなったけど。そうね。準備時間かけてるんですか。あ、ピザラジのマダミス、ね、案外かけてるよ、ちゃんと。案外かけてます。うん、もう頑張ってるよ、長谷川さんは頑張ってるから。前回の配信とかもそうだったでしょ、ライティングとかさ結構工夫されてたでしょ。案外っていうか、ちょ、長谷川さんには申し訳ないですけど、頑張ってますよ。ね、もちろん頑張って、案外というか、もちろんもう本当にね、彼は、頑張ってます。ケンピはよくそういう風に実験体にされる。ケンピさんどう思いますか？これについて。まあ、演出こうした方がいいんじゃないですかとか。これは、ある程度、推理系が好きな子じゃないと、無理かも。女性の方がいいですね、みたいな。アドバイスみたいな。いつもしてる。で、ハセピーがそれを落とし込む。こそ頑張ってる。ハセガワさんよくいろいろ言われてるけど。岩渕さんと矢子さんの茨ラジオとか、変態とかさ、ハセガワ氏とかよく言われてるけど。ハセガワさんは頑張ってるんだぞ。ハセガワさんは頑張ってるの。そう、ケンピのこと疑うけど、すぐ。ケンピのことすぐ疑うし、すぐイライラするけど。すぐイライラする。ミジさんたちと、前回の、マダミスのテストプレイしたとき、村主スタッフたちもね、参加したときに、全然理解が追いつかなくて。長谷川さんが、僕はだから17時に旅館を出て、18時に温泉に入ったんです。ミジが、はい、17時に何でした？だから、旅館を出たのが17時で、18時は、からお風呂に入る。だからイライラするんですよ、長谷川さんって。それを見て、いつも長谷川さんは大変だからイライラしちゃうんだな、いつも大変だからね。あとは村主のスタッフが本当に申し訳ない。マジ何回も聞くの同じこと、村主の人。3回
回ぐらい同じこと聞いてやっと落とし込む。めちゃくちゃおもろ、もう、ブラッシュのスタッフのさ、まだミス見せたいよみんなに。マジで話が進まないから。もう、3回同じこと聞かないとね、ダメなんですよ。めっちゃ可愛いのよ。長谷川さんは結構仕事できる、実はね、男やから。もうイライラしちゃう。すっごいイライラ。すごい面白い。天平だから、間を取ります。つまり、こういうことですよ、ネジさん。そういうことか。わかりましたか。あ、ごめん、めっちゃ語りましたけど、とにかく、ピザラジよろしくお願いします。え、何？出演してほしい。ほんと？コメント欄で、連投しといて。もしくは、ムラッシュのお知らせコーナー、なんだっけ、お問い合わせフォームで。いや、そう、私、制作人だからさ、私、裏、ちょっと手伝ったりしてるの、言ってもらえる。私も出れるなら出たいけど。まあ、ちょっと、とりあえず、YouTube 頑張ります。